ということで、皆さんこんにちは、トマト兄さん、チャスです。イエイ、お久しぶりです。なんか家からの配信、なんか新鮮というか久しぶりな感じしますね。皆さん元気でしたか？僕は最近口内炎ができて痛いですね。ファンの方が口内炎の薬をねくれてですね、それ貼ったらねちょっと良くなってきた気がします。ありがとうございました。前回のね動画から一眼レフをねちょっと奮発して購入しまして、こちらですね、ルミックス G8 が使いました。イエーイ。先日真っ昼間に新宿駅で路上ライブしてきました。そしたらですね、恐ろしい展開になりましたんで見てください。それでは早速どうぞ。今からトマトの歌歌いたいと思います。全世界のトマト嫌いな人を減らしたくて作りました。トマトの歌聴いてください。 DJ トマトの歌ちょうだい。さて始まりましたね、本日のマカツ。今回は新宿で初の真っ昼間からのスタートということでやってみましたが、人がやっぱ少ないですね、いつもよりね。人少ないな、だけどちょっとマカツ頑張ろうみたいな感じでやってる次第でございます。はい。あ、そしたら一人やばいの来た。やばいの来たですね。この人来た時ちょっと田舎の不良のなんかやばいのが東京に来て乱入してきたわみたいな感じで、あんまり意識しないでおこうと思ってひたすら前を向いてトマカツ頑張ってる最中ですね、これ。あと今手招きしたけどまさか来ねえよなと。うわ、なんか、うわ、またやばいの来たんですよ。ここで2人目人もなんか多分連れでしょうかね、連れの田舎のヤンキーみたいな方が来て、うわ、しかもこれ見て帽子触り始めて、うわー、マジで今日のトマカツやだなと思って、でも頑張ろうと思って俺戦ってます。で、やばいやばい、後ろ回ったりなんかちょっと怪しいことしてるんで、ちょっとねやばいなと思って、うわ、また来た。3人目ちょっと本当にヤバそうなボスっぽい人来ましたね。トマト帽子取られちゃったんですよ、ここで。だけどちょっと負けない。うわ、マイクも取られた、ここで。うわ、自分のつけてるマスクつけ始めたりとか、苦しいわと思いながらもね、やっぱ皆さんに笑顔を与えるためにトマトを知ってもらうためにやってるので、我慢してひたすら踊り続けました。そしたら見てください、この後なんで最後のサビだけ一緒にキレッキレでバッチリ踊ってるんですよ。何、もしかしてこれなんか怪しいなと僕は思い始めて、ちょっと後ろちらほらほらほら向いてるんですよ、うん、でここでほら真ん中の方帽子取りました。ここで気づきました。あ、これ何回かライブで一緒だった、えなつのたたりさんじゃないみたいな。うわー、これでほぼほぼ確信して、誰に仕掛けられたんだろうこのドッキリと。最後聞こうと思ったのにしれっと帰ってくし。はい、ということでトマトの歌新宿で歌ってたんですけど、ちょっとやめてくださいよ。不良に絡まれたと思ったら、たまたま、そう、たまたまいたから結構ビクビクして踊ってた。不良だと思わないじゃん、これ。田舎のヤンキー来たと思って3億円事件のアッキーだね。怖いと思って。やばいやつでは間違いないけど、はい、マネージャーさんから連絡もらって、はい、今ちょうど私が新宿でドライブやってるから、はい、ちょっとドッキリやってみないですかみたいな、はい、やられたっすわ。エナツのたたりさんと僕のマネージャー前田さんのドッキリ。そう、いや、もうやめてください、心臓に悪いですから。怖くないでしょ。でも怖かったですよ、どの辺で高いんだろう。でも最後 A.T.O.A.B.I.C.TOMATO やばいの来たなと思ってまたいつか乱入したいと思うので、ちょっとあんま気抜かない方がいい、はい、ドキドキしながらこれからも路上ライブやってください。それも大事にしてやるからね。はい、どうぞ、せーの、バブリー。